オンズロー教、1775年作。初代オンズロー伯爵、ジョージ・オンズローは、グレートブリテン王国の貴族、政治家。1776年から1801年まで、オンズロー教の称号を使用した。アーサー・オンズローの長男として生まれた。妹が一人いた。1739年11月14日に、ミドルテンプルに進学したが、 法廷弁護士の資格は得られなかった。オンズローは1754年から1761年まで、内選挙区から1761年から1774年まで、サリー選挙区から選出された、庶民議員を務め、1765年から1777年まで、下級大倉卿を務めた後、王室監査官と王室会計長官を歴任した。 1776年5月20日に、サリー州における、インバーコートのクランリー男爵に除され、10月8日には、リチャード・オンズローから、オンズロー男爵位を継承した。さらに1801年6月17日、シュロップシャー州における、オンズローのオンズロー伯爵とサリー州における、クランリーのクランリー子爵に除された。1753年6月26日、オンズローは、 第四代順弾シャクサージョン・シェリーの娘、ヘンリエッタ・シェリーと結婚した。二人は四男一女を設けた。1778年、オンズローは、インバーコート、農場と庭園を含む大きな領地、そしてインバーコートの聖堂所を売却した。ありがとうございます。